というわけで、今日は撮影クリューがしてます、初めてするんでちょっと下手くせやったらすみません。カットし震えすぎやな震えすぎやな今勇気何時？今3時40分。3時40分やな。どこに行く？ラスベガスに行きましょう。うえー、ベガス。ベガスです。初海外。何しに行くん？会長が、いや、バカだって言いかけた。危ない。危な。まあ、ラスベガスで観光して、まあ、遊べたらいいかなと。遊びましょう。まあ、勇気も頑張ってるからな。たまにはな、そういうやつも大事だな。海外は初じゃん。海外初っす。初でラスベガスはやばいな。海外ビビってたんですよ、海外に行くことを。でもついにちょっとラスベガスって聞いて行ってみようかなと。社長の金魚の噴章と。おい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 。じゃあラスベガスで会いましょう。ここからサンフランシスコ、ここからラスベガス乗り換え。はい、入国審査してきます。初めての入国審査なんでめちゃめちゃビビっております。サンフランシスコに到着しまして、今からラスベガスに行きます。何時間、何時間でしたっけ？9時間。9時間追って一服して、2人で今ヤニクラになってます。9時間フライトは疲れるな。疲れましたね。あと3時間フライトか。ちょっと外の景色も映していきます。はーい、はーい。いやー、着きました。ここどこ？ラスベガス。めっちゃ眠い。とりあえずホテル向かって髪切ってほしい。そうよね。すげえ、ラスベガス。いかがですか？ねえ、ラスベガス。ねえ。キャリーケースどこにあるかわからんくなりました。社長がバスの人に聞いてくれてます。バス探しの旅、キャリーケースが今行方不明になっているので、大事でさまよっております。情けないわ。ちょっとこの広さ、アメリカ広すぎてめっちゃ迷子なんですわ。やっぱあれやな、トラベルにトラブルはつきものやな。ありました。すごいマジで。もうホテル内ですもんね。ホテル、これホテルの中です。まだ天井空なんてすごい。ホテルの中にこのなんかカジノするところがあったり、ここはバーあったりしてます。で、あの子がチェックインカウントのバスとかやってる。あ、街出るっていうよりもホテルで完結するっすね。全然完結。しかもパリスホテルってここラスベガスの中心に近いからかなり。あ、ここがスタートなんですか。ここの辺にもう超有名なホテルがいっぱいある。ワクワクしてきた。ワクワクしてきてますね。ワクワクさん。仕事。はい。マジ。すみませんでした。ちょっと5万ペナルティ。あ、5万。はい。5万円。はい。ペナルティ。はい。5万円。はい。I'm in the middle of July.
節カートで社長寝てるんで一人で朝食探しに行ってきたいと思います。ショップレストランって書いてあるからここやな。はい、Xラット行ってきました。初めてあれを英語で注文してマジドキドキした。もうめっちゃ行列できてて1時間ぐらい待ったんですけど、ちょっともうホテル戻って食べていこうかなと思います。こちらが商品です。マジで普通に注文するだけなのにめっちゃ緊張する。なんかちょっとベーコン、エッグベーコンサンド、めっちゃ美味しいな。チーズが、うまっ。なんか卵、いやこれつけて食べるらしいです。ハッシュドポテトみたいになってて有名らしい。まあまあ2日目、今からプールホテルに着いてたんで、このハリスホテル今から所長と遊んでいきたいと思います。2人でやろう、2人でちょっとプール入っていきたいと思います。はぁ、プール気持ちいいな。疲れたですね。今から何するんでしたっけ。今からはホテル帰ってちょっと休憩してベラジオホテルに集合してディナー食べて、そこからヘリ乗って、ヘリで上空からラスベガス観光感じかな。楽しみです。カヤックに行ってまいります。あー、カヤック楽しみやわ。体筋肉痛ですもん、動きすぎて。昨日もヘリ切れかったな。ヘリ切れかったっす。世界一のヘリやわ。今からカヤックしてきます。
O を見に行きます。劇場版 O、 シルクドソレイユ O。すごかったです。いや感動したな。ラストのメインイベント、これが終わったらまあ明日日本に帰ると思います。寂しいな。なんかな、みんな人生に1回は絶対来た方がいいな。そうです、絶対に。従業員ももっとなんか大人数で来てる。